こんにちは、翔太です。今日もグラクルやっていきます。今日はですね、メモリアルクエストのバージョン2の第2話やっていこうかなと思います。で、パーティーの編成がデリエリです。はい、まさかこれってあの時の。わざと一方的に押されたふりをしていたようだ。この技をもってしか全員を倒すことは不可能と判断しての選択だろう。魔力の蓄積量は王と決戦時の比ではない。威力にしておよそ30倍に及ぶ計算だ。こりゃまずいね。踊れ。またしても貴様に敗れるというのか。リベンジカウンター。で、リベンジカウンターですね。はい、まあ、さっきパーティーの編成デリエリですで終わっちゃったんですけど、まあ、デリエリメインですね。で、まあ、ドロールくんとフェス、エリ、ゴーセルっていう形でやっていこうかなと思ってます。で、まあ、ランクアップしてシールド貼ってデリエリパンチしてみたいな感じですね。みんなのためです。シールド貼りつつデリエリでパンチしてバフもつけてくっていう感じです。まあ、なんていうんですかね、まあ、グロキシリアから倒していくのがいいのかな。どうなんだろうね。どうだったっけ。ちょっとね、すいません、あのね、敵のステータスとかあんまり確認しないでやってるんですけど、あ、やっぱりそうだね、多分あグロキシリアで札消ししてきてって感じか。はいはいはい、人間、そう、これ人間族に対して20ダメージ 20% 増加ついてるんですね。で、でも攻撃封じとか気絶とかぶっ刺さるんで、まあそういうのがあればぶち込んでくって感じでいきたいと思います。で、札消しうざいで、あれだね、グロキシニアじゃなくてゼルドリスだ。ゼルドリスがあの必殺ゲージ削ってくるんで、まあ、それもうざい。まあ、だから相手の行動を止めつつ、まあ、こっちはちょこちょこ削っていきの、まあ、必殺ゲージ貯めれれば貯めていくって感じかな。で、ドロール君の特殊戦技が発動して、まあ、必殺は溜まってるけど打てないっていう状態になっております。止めたいね、ここなんとかね。どっちに打とうかな。ゼルドリスかな。どうしようかな、ちょっとね、迷うね。まあ、シールド貼って耐えてみるか。みんなのためです。さあシールド貼って耐えます。耐えてみます。お、耐えましたね。いいね。シールドも割られずに必殺ゲージも削られなかったんで、まあいいんじゃないですか。ただ必殺溜まっている。必殺溜まっておるんですと。どうしようかな、ここ。デリエリのバフつけつつ、まぁ、ちょっと止めますか。必殺なんかあんま打たれたくないね。打たれたくないんで止めときます。で、デリエリ必殺溜まるけど、必殺ゲージ削られちゃうかな。あー削られちゃうよね。そうだよね。
あ、必殺2人溜まっている。まあただここはもう必殺防ぐしかできん。あ、じゃあ必殺防ぐじゃないや、攻撃封じ打つしかできないかな。これでどうだ。まあ必殺は受けますか。必殺受けていく、復活使っていく。ゼルドリスの必殺は耐えている。危ねえ、危ないっす。まあちょっと攻撃封じ入れつつ、やだ、でリエリのバフも消えちゃったんだよねって感じです。まあシールド張ってかな。これでどうだ。あ、耐えるっしょと。で、メリー、違う、フェスエリの必殺が溜まったんで、まあそれぶっ破して、ぶっ破します。で攻撃ちょこちょこ入れてきゃいいんじゃね。グロキシには耐えていく。まあでもグロキシの必殺打ったら多分カウンターで倒せんじゃないかなと思います。はいはいはい、カウンターぶっ刺さってグロキシにはグッバイしていく。あ、必殺ゲージ削られちゃうね。ゼルドリスの必殺溜まっているんで、ゼルちゃんどうしようかな。まあここ札動かしいので、デリエリの必殺溜めちゃうか。これでどうだ。攻撃封じ打って、でデリエリの必殺を溜めていく。でゼルドリスでこれワンパンしたいっすね。で攻撃封じも入れていくと、デリエリのワンプンが、まだバフついてないんでね。まあでも倒しきったんで、まあ良きでしょうと。でここで攻撃封じもぶっ刺さって、次のターンで GG ですね。 OK、 このターンで GG できましたと。まあなんで、まあ今回のこの、クエストは、まあデバフがぶっ刺さるんで、デバフ構成っていいかなと。攻撃封じとか効くんでね。はい、なあメリオダス、本当は死ぬほどこんなことはしたくねえんだ。わかるよな。俺はお前のこと愛してるから。懐かしいなメリオダス、もっとよく声を聞かせてくれよ。一瞬どうなるかとヒヤヒヤしたけど、さすがね、エスタロス。グロキシニア、ちょうどよかったわ。この体治してもらえない。いいっすけど、これでしばらく命の雫は打ち止めっすよ。霊装バスキアス第七形態ムーンローズ、命の雫。おい、エスタロッサ、ケツから言っていいのか。うん。どうもさっきから妙な視線を感じる。メリオダス一派の可能性が高いが、このまま放っといていいのかということだな。
うん。逃げられたっすね。七つの大罪、メリオダスの新しい仲間。今度はいつ裏切るんだ。実界の統率者だったお前が俺らを見捨てた時みてえに。あの頃のお前の強さ、非常さは凄まじかったな。誰もがお前こそ時代の魔神王にふさわしいと認めていたよ。俺たちですら手をこまねいていた女神族もお前を恐れ、決して近づこうとしなかった。俺の憧れでもあった。だがお前は突如俺たちを裏切り、魔界をめちゃくちゃに破壊し姿を消した。居合わせた実界二人を惨殺してな。ドロールとグロキシニア、あいつらが後に入るまで実界に二つの空席を作っちまった。それまで保たれていた魔神族と女神族の均衡は見事に崩れ、これをチャンスと見るや、女神族は魔神族を一気に潰さんと多種族をけしかけてきた。3000年前の戦争はお前が始めたんだよ。教えてくれ、どうやったらそんな楽しいことを思いつくんだ。はい、という感じで今回はまあ初見で、あとステータスとかも全然見てなかったんですけど、まあなんとかクリアできましたと。はい、報酬もゲットしてですね。まあなんか、あれか、人間族か、人間族入れなきゃいけないんだね。まあ、次はちょっと人間族入れつつ、あと2万ダメージ違う、20万ダメージか入れないといけないんで、またデリエリでバフ貯めてやっていこうかなと思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。